カール・アロイス・フォン・ウント・ツー・リヒテンシュタインは、オーストリア・ハンガリーの貴族、軍人、ボヘミア系の大貴族リヒテンシュタイン家の講子。リヒテンシュタイン家のアルフレート講子と、その妻で同族の十枚に当たるヘンリエッテ公女の、間の、第九子、ムツオとして、ドイチュランツベルクのフラウエンタアル城で生まれた、二重帝国陸軍に所属し、 第一次世界大戦直後に帝政が崩壊するまで、騎兵隊員として勤務した。1918年12月13日から1920年9月15日まで、リヒテンシュタイン公国の臨時国務代行者として、母方のおじにあたるヨハンニセイコーの事実上の摂政を務めた。1921年3月31日に、シュトットガルトにおいて、 ウラッハコビルヘルム・カールの娘エリーザベトと民事婚を行った。二人の宗教婚は同年4月5日にテーゲルンゼーで執り行われた。夫妻はマニニ・ナン・ニジョーも受けた。A.B. ニコラ・ベトマン、エリザベート・フアスタ・インフォン・ユッチ・グレフィン・フォン・ベル・タンベック、ビオグラフィウント・ベスト・アンド・ルパート・クアデラー。 リヒテンスタインウントダイボデインディフォームインデア、チェカスレバーカイナーハデムエルステンベルケリグ、イン、イルズスクリブン SR、ウントアーノルドスパン、プラハペーパーズ、オンザヒストリーオブインターナショナルリレーションズ、聖て281、リステデアレイジザアンスマイトグリダーデ、ファーストントムズ、リヒテンスタイン18622012。ありがとうございます。